でもね、ちょっとバランスが崩れてますね。投げるバランスですか、あーフォアボールです。いきなり先頭バッターフォアボールです。ジャイアンツノーアウト一塁、バッターボックスに2番の清水が向かいます。やるべきことは全てやってきた、今年は見てろという気持ちでオフからやってきた結果、今の清水は自然体で開幕を迎えています。さあ原さん、はい、あの長嶋終身名誉監督が史上最強打線と呼んだこのジャイアンツ、ノーアウト一塁1点差、通常ですとバントということも考えられますが、どうなんでしょう。いや、僕は打たせると思いますね。この後、小久保、高橋、清原、ローズと続きます。内野はゲッツーを狙っているタイガース、ショートはゴールデンルーキーの鳥谷です。マウンド上の井川は今年の目標はまずチームの日本一、その次に最優秀防御率と最多奪三振のこの2つのタイトルです、そう話しました。お、バントの構え、まあ、これは牽制でしょう。これは牽制ですか、新監督初回からバントはしないでしょう。そうですか、